周一を切らさないでね、チームの力を出し切りましたよね。素晴らしい戦いだったと思います。はい、では本日の試合内容を振り返ってみます。前半13分、日本綺麗にボレーを合わせてきました。はい、そうですね、ゴールには至らなかったんですけど、絶妙なパスをつなげてシュートという典型的なパターンができてましたよね。そして今日の重要なシーンとなりました後半39分、マザーウェル、あの終了間際のゴール、いやー、いい時間帯での得点、結局あの場面勝負の分かれ目となりました。はい、シュートだけでなくね、反応できないほどのスピードで打ち込んできましたからね。しかしボール速かったですね。それでは試合情報を軽く見てみましょう。マザーウェル、シュート数でも相手を上回っているようですね。そうですね、特に前半などはやっぱり攻勢でしたからね。本日の試合は1対0、マザーウェル勝利をものにしました。